で1ラウンド始まってね、カーンって始まってさ、ドネアがその得意の左フックから一発目入ってったよね。はい、入ってきました。あれはちょっとプレッシャーかける意味だと思うんだけど、まあガードメーカーだけどバチッとね強い攻撃打ってってね、最初の開始、まあその後はもうお互い左のジャブのね付き合いね、うん、あのジャブってでも多分お互いそんな当てようっていう感じのジャブじゃなかったよね。2分経過したラスト1分になった時にね、いきなり井上選手右フックガーンとね強い、あ、右ストレート強いパンチ打ってね、そこからなんかこうちょっとペースが上がってラスト40秒打ち合いになって、ここでいきなり打ち合いに行ったと思ったら、もう残り2秒ぐらいよ、カンカンってラスト10秒の合図が鳴った後に、ドネアが前に出ようとした瞬間に井上選手の右クロスがドンピシャでテンプルに当たってダウンだよね。 WBO のチャンピオンがね、まあ、その選手残ってるけどね、まあね、この年内にその4団体統一戦をやるのか、それかまた階級を上げていくのかね、これからどうしていくのかっていうかね、まあ、本人もね4団体統一できるんだったらやりたいっていうことはね最後のね一切だよね。日本人でやったことある選手なんていないんじゃない、いるのかな、3でも初めてって書いてます。そうだよね、だからね、まあこれで多分 PFP ランキングも1位になるんじゃない。